言えると思います。金メダルの後、地道な練習だけは絶えませんでした。これからの柔道人生の方が大事、これから本当の進化が問われる、そう思いやってきました。お世話になった人たちのため、おめでとうと言ってくれた人たちのため、もう一度世界の舞台で金メダルを取りたい。Uchishiba Masato、充実の27歳、再び世界の挑戦へ。66キロ級決勝戦が始まりました。対戦相手はブラジルのファンデルグです。いきなりファンが来た、豪華です。いきなり飛び込んできました。ブラジルのファンデルリが効果を取りました。さあ、しかし持田さん、今、はい、効果でしのぎましたね。そうですね、開始早々奇襲の口蓋、あ、そして肩車、危ない、肩車、しかしポイントありません。危なかった Uchishiba、今手で顔を覆いました。危なかった、背中がつけば試合終了でした。いや、もう危ない、もう防ぎきれないと思ったんで、自分が体を捨てて腹ばいに逃れましたね。さあ、命を拾った Uchishiba、これから反撃しましょう。しかし一本だ、 Uchishiba敗れました。オリンピック世界柔道2冠なりません。ちょっと慎重になりすぎたか、うつむいた Uchishiba。